前回、あのー、叩いて、まあ、肩型通り本当馬の方も良、えー、くなってきてるとは思いますし、まあ、ちょっと今日の追い切り最後ね、まあ、乗り手がちょっと遊ばれちゃったかなっていうところは、えー、あるんですけども、まああのー、時計もしっかり出てますしね馬の体調の方は前走よりもはるかに良くなっているとは思います。距離がやはり、あのー 今の段階でいうと、まあ、1008ギリギリかなというようなところがあるんで、まあ、今後ね、もうちょっとあの距離の対応ができればいいかなというふうには思ってますけどね。前走の後も北海道の方にほうにあのに戻ってまして、でそこで、ま、あの一度またオーバーホールしてから、秋のシーズンを迎える形になりました。はい 今までの休み明けの中ではあの割といい形で初戦を迎えられるかなという感触はあるんですけどもちょっとね一連メンバーも今までよりは今回のほうが揃うのでちょっとこのメンバーで。はいこの 今のの状態でどどれれぐらいやれるのかちょっと楽しみな面はありますけどね去年のレースが強い勝ち方してくれたので、はいまあ、当時よりも、でもこうまだね出来はちょっと今一歩かもしれないですけど休み明けの分身のこなしなんていうのは良くなっている部分もあるのであのちょっと春シーズンね振るわなかったですけどもやっぱ本来あのあ,あんなあ馬ではないので、はい、ここ、オンシーズンはちょっと本来のドームスの走りがしっかりできるように。ちょっと みんなでちょっとあの小林の方の本場,場が、えー、ちょっと馬場改修の工事があったんでその期間中だけちょっと大井に滞在してで中間の追い切りは大井で時計出してで直前また工事終了後小林の方に戻ってきました追い切り自体は時計の出る馬なんでまあ中間のプロセスとしてもまあいい状態で 来れたのかなと思ってますけど前走なんかもあの課題として思っているゲートの方がやっぱりあのちょっとうまくいかなかったところもあるんでここはまだ課題なのかなとは思ってますけれどもただゲート出れば本当に一生懸命走ってくれますしあの逆に反応ジョッキーが仕掛けての反応が良すぎるぐらいのところがあの持ち味でもありうん課題なのかなと思ってますけど。 札幌遠征帰りで、まあ、秋の初戦を、まあ、無事送り出したイメージだったんですけれどもやはりなんかこう見えない疲れというかこう見せない疲れみたいなのが少し残っていたのかなというのがあの範囲かなと思いますここまで順調に疲れも抜けて乗り込み量も豊富ですし、まあ、中間はあの合わせまで追い切りをかけて。 まあ、そこの中間である程度仕上げたいなというイメージで、まあ、今日本音切りを行ったんですけども本音切りの動きもすごい良かったですし、まあ、いい意味でこうゆとりを持った調整ができたのかなと思いますリッカルドのこうぴったりな条件であるのかなと思いますし状態、まあの方も前走より確実に上がってきておりますのでまたリッカルドの走りが見れればなと思っております。初めての小 その戦いでしたが、まあ、えー、いい足、まあ、うまくいったというか流れにうまく乗れたというか、えー、しまい,いい足を使ってくれました、ねえー、うんまあ普通通り、まあ、1か月ぐらいありましたけど順調に調整してますし、えー、問題なく、えー、行ってます。この前の3戦もありますけどまた三宰の出てくる馬がいますけど金龍さんがちょっとあるんですけどまあ 1、まあ、0 0 8はなんとも言いませんけどもうーんまあ状態は問題ないので頑張ると思います、まあ、あの1コーナーで皆さんが思っている以上の,あの結構な不利があってあの終始ちょっとリズムが悪くなってしまってまあちょっと悔いが残るというか本当に、うん、勝ってた競馬だったと思います。まあ、前走 まあ現に負けている相手もいますしまあリッカールドもいますしねあ,のあと結構有力な3ササイバーたちがあの使ってくるみたいなんでやっぱり3ササバーの成長力っていうのは侮れないところも結構あるんで楽なレースではないというかあの集中して挑まなきゃいけないなとは思っています。今回はねあのきっちり 借りを返すつもりでいます。えー、よろしくお願いします。